定のインディゴはこういう感じで描いてみました。インディゴも可愛いですね。なんかすごい合わせやすそう、使いやすそうって思いました。インディゴウエストは外です。今ちょっとゆったりするのでウエスト位置がちょっとだけ下がります。可愛いですね。私もこれめっちゃこの色がすごく好きで可愛いってなりました。はい、ではではではこれいきます。3点目です。パンツ全部入れたかな。パンツあと、そうや、ここを言ってないかもしれない。このゴムなんですけど、ゴムの色、まあ、商品ページにも書いてあるんですけど、ゴムの色がインディゴだけ裏ここ黒なんですけど、それ以外全部パンツと同色の色を使っているので、こうゴム感があまり目立ちにくいというのはすごくおすすめポイントです。これを言うの忘れていました。ポイントの時にすいません。はい、じゃあ次いきます。はい、こちらが、前後ツーウェイスカシアミニットカーディガンです。品番が C の5987 です。お色が、まず私が今着ているのがこちらレッドです。赤、ちょっとでもピンクも混ざってそうな赤ですね。続いてこちらがミックスベージュです。さっきオレンジとかと合わせていた色です。次がこちらグリーン、こちらは3色展開になっております。はい、ではお値段いきます。じゃじゃん、2790円、イエーイ。はい、でこちらも1月28日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格になります。はい、このレッド買った方がいい。ありがとうございます。私もこれ気になってます。可愛いなと思って。はい、じゃあまずポイントからいきますね。こちらはちょっと短めの丈感がすごくおしゃれで可愛いカーディガンなんですが、編み方がちょっとこういうね、鍵編みっぽいざっくりした編み目になっています。これがね、またこうちょっとシアー感というか透け感がこう出るのもすごく可愛くて、今は白のロンティーに合わせているのであんまり透けてる感はない、シアー感、肌のシアー感はあんまりないんですけど、なんでしょう、さっきこうキャミとかと、キャミだったり、あとちょっとタンクトップとかだったりと合わせた時に肌がちょっとこう透ける感じとかもすごく可愛いと思うので、もうちょっとね暖かくなったらそういう着方もしてみてください。はい、でもちろんカーデなのでこう開けて羽織でもいけますし、あと前後 2way なのでこれも後ろにボタンを後ろにして着ていただくこともできます。でレイヤードなんですけど、まあ、こういう感じで下ロンティーを着ているので、こういう風に下を出して着ていただくのもいいかと思います。はい、こんな感じです。すごいね、あとシルエットはちょっとドルマンスリーブになっていて、お袖がゆったりタポッとしている感じになるのも、ね、女性らしいでポイントになるかなと思うのと、ちょっと長めなのでこういう感じで、昨日ハラちゃんとこう撮影してる時にしたんですけど、こういう感じめっちゃ可愛いよねって言ってずっとこういうお袖のこう長い感じ、長くて ゆったりタポッとしている感じの手元可愛いよねっていう話をしてましたっていう昨日の撮影裏エピソードです。はい、じゃあポイント終わったのでいきましょうか。はい、あ、これにタイトスカートがいいな。確かにタイトスカートも可愛いと思いますし、むしろフレア系でもいいんじゃないかな。こういうちょっと上品、なんかレディーな感じになりますね。こういう風な、かくちゃんこれ描いてもらいましょう。スカート、
肩合わせ見たいね。スカートはじゃあこれの時に着ようかなと思うんですけど、はい、タイトスカートとか、まあ、今でしたらこれで合わせて着てみましょうか。あ、じゃあかくちゃんに行ってみますか。はい、先端で伸びたり変形したりしますかね。やっぱりこう鍵編みでざっくり編まれてるものになるので、お洗濯は手洗いになってますし、本当にすごい優しく洗ってあげた方がいいと思います。で、干す時もこれは吸って干すよりは平干しするのが安心かなとは思いますね。よかったら商品ページに洗濯表記とかもちゃんと載ってるので、そこで見てみてください。 N555 と合わせると変ですが、それこそ昨日はらちゃんが N555 とリールでしてた時合わせたと思うんですけど、なので全然変じゃないし、すごい可愛かったです。なので今だったら羽織、羽織じゃない、インナーは N555 とかで合わせていただいてもいいんじゃないでしょうか。ワンちゃんの爪引っかかりそうですか。引っかかりは気をつけてください。これはやっぱりそれは注意してください。スカートね、私とこれ丈が絶妙やな、ちょっと短い、もうちょっとロングなものがいいんですけどないので、タイトだったらこんな感じでしょうか。タイトスカート合わせ、こっちのスカートの方がどうかな、可愛いかな、ちょっとなんかカジュアル要素が不利になるけど、ちょっと綺麗めでというか、そういう風に合わせたい方はうちのタイプの方がいいかなと思います。あとはグリーンにこれとかも可愛いかな。これでちょっと合わせてみましょうかね。やっぱりこういう感じになるから引っかかりは気をつけてください。空張りにしよう。あ、グリーン点灯しながら行きますね。あ、これ買ってマーメイドと合わせます。相性がっちりですね。ちょっと丈が短めだからすごくスタイルアップして見えると思います。あ、チクチクしないですかってあるので、ちょっと私次下スクエアタンク着てるのでそれで合わせますね。チェックのスカートの紹介ありますか。これの次予定してるので着替えてからまた紹介します。あ、夏に羽織ると暑いですかといただいてるんですけど、夏場は私は一つ持っていたら便利だなと思いました。なんか鍵編みなので多分これは結構スースーする風通しはいいものだと思うので、夏場のそれこそちょっと肌寒い時にさらっと羽織るのにはぴったりかなって思ってます。だから暑さはそんなに感じないですかね。めっちゃ暑いなって感覚はないので、意外となんかロングシーズン着ていただけるような気がします。タンクをお持ちの方はね、これすごく相性ぴったりだと思うのでぜひ合わせてみてください。もうちょっと暖かくなったらいけるのではと思います。
お待たせしました。グリーンに、ギンガムチェックのスカートで合わせてきてみました。やっぱりスカートと合わせるとすごくスタイルアップして見える時なので、スカート合わせおすすめです。こんな感じどうでしょう、こんな感じです。腕まくりして落ちてきますか。なんかね、反ってる感じなので、多分、まあ、手洗うとかぐらいだったらそんなシュッとはしてこないんですけど、でも振ったりしたらやっぱこう落ちてくるので、そうですね、そのゴムがめちゃくちゃきついとかではないです。ここはちょっとリブにはなってますが、あのしっかりめっていうわけではないので、かなり柔らかく止まるなっていう感じがあるので、そんなにしっかりガチッとは止まらないです。はい、うん、あ、席ありがとうございます。ちょっと多分ね、花粉です。私あの花粉の時期にもう突入してて、昨日ぐらいからちょっと喉がね、花粉でやられてるな感がすごいあるんですよね。うんうん、セットで欲しいコーデ、よかったな、これぜひ。なんかちょっとこのこういうこの感じよりかは女性らしく着たい方はこのスカートと相性抜群です。あ、でチクチク感なんですけど、あの私は全然大丈夫です。すごく柔らかい肌触りなので、チクチク感は一切ないかな。なんかこうサマー系のニットでこうジャリッと感のあるものとかもありますけど、これそんな感じでもなくて、むしろこうちょっと肝がかっているふわっとした感じの糸を使ってかぎ編みしてるので、なんかこうふわっとまとっている感じのイメージです。はい、なのでチクチク感は私はないんですけど、素材で言ったらアクリル100なので、あの多分個人差はねあるかもしれないんですけど、一応参考までに私は全然大丈夫です。はい、あ、前後逆で、そうや、前後逆できます。ちょっと待ってくださいね。前後逆もこれ可愛いのではと思いますよ。前後逆こんな感じです。なんかグリーンすごく大人っぽく着れる印象なんですけど、私だけでしょうか、そう思っているのは。なんかこう綺麗めな感じです。そう、前後逆もね着れるんですよ、これは、うん、スカートまたです。そうなんです。あ、そうね、ボタン開けた感じの方でも OK でございます。じゃあベージュ羽織ります。ベージュにね、着ないのベージュなんですけど、それ羽織ってもいいかもしれないので、可愛いのでは。お待ちください。グリーン推し、あ、やっぱりグリーンも可愛いですね。めっちゃ普通に脱いでしまいよと、すいません。まあインナー着てるからいいんですけど、なんかこれだったら私このスカートよりはあのインディゴのパンツとかでちょっとかっこいい目に合わせるのが好きかもしれないです。こんな感じですか、羽織ると。それこそこういう合わせでなんかさらっとこのカーで羽織ってもなんかちょっと女性らしい印象になって良さそうじゃないですか。こういう感じです。可愛い、羽織もやっぱり可愛い。だからやっぱりこういう感じで夏場にちょっと羽織るのにもすごくおすすめです。うん、どんなの合わせるかな。アウターはでも比較的今からだったらそれこそもうあのスプリングコート、トレンチ系のコートだったりとか、なんでしょうね、綿系のちょっとさらっとしたあのさらっと軽い羽織とかでも全然上に羽織ってもらってもいいと思います。うん、意外とギンガムチェックにこの感じの
可愛いですね。